久保さん僕はですね熟成さんにもこびりますねこびります <laughs> あのー、熟成にもこびるっていうねはいまあそれが僕のあのなんだ天狗にならないだまあね郷ひろみさんのこれねちょっと回ったんですけど郷ひろみさんの何、えー、だ土下座郷ひろみ これね、400回ぐらい回ったような気がして、郷ひろみから学んだ、なんじゃら、芸能人格付けチェックってやつが、これお正月にアップしたんですけど、これ800回、久保さん回しましたね。はい、郷ひろみから学んだ芸能人格付けチェック。これチャンネル登録4人あるな、これ。これ800回回りましたね。はい、まぁ、あ、郷ひろみさんがね、お正月番組の時に、なんかあのー、浜田さんがね、 じゃあ最後のやつだから2個上げてやるみたいな。その代ら土下座しろみたいなね。で、郷ひろみさんがすかさず、え、土下座するだけでいいんすかみたいな。やりますみたいな。で、もう一人のひろみがね、うん、ちょっとひるんでたんですけど、ひろみに、いや、ひろみさんやりましょう土下座するだけでいけるんすよ。みたいなね。<laughs> やりましょうよ。みたいな。なんのた,ためらいもなくね、郷ひろみ、あのスーパースター郷ひろみがね、土下座をこう、 してた僕は姿を見てすげえなと思いましたねうんだからまあもう郷ひろみさんってねもう御年相当もう60郷ひろみさん何歳だ郷ひろみさん結構もう年だと思うんですよ郷ひろみ郷ひろみ郷ひろみさんは今何歳なんだ66歳ですね60歳超えていまだに現役で活躍されてる 何十年も芸能界の荒波で活躍されてる方のその考え方っていうのは震えましたねあのスーパースターがいとも簡単に土下座するっていうねヒロミさん <laughs> でヒロミはちょっとひるんでたっていうねあれすごく印象深くて学びがあったんですけどうんまあ今回ね価値の価ですね で僕はビジネスやってて、あの、すごく良かったなと思うのが、ものの価格じゃなくて価値で見れるようになった。もちろん価格も見るんだけど、価値で見るようになったっていう、う思います。それが良かったなと思いますもしビジネスやってなかったら価値で見ない。うん、多分ね、価値で見れない人ってず、ずっと一生価格のどれ価格に操作されるっていうとこですよね。なんで価格に操作されるのか、価格のどれなのかっていうと、 うん自分でビジネスやってないんで給料のアッパーがあるから、まあ、節約志向しかないんですよね。堀江さんがその貯金なんかいらねえみたいな全部使えみたいな貯金はダメだみたいな本もあ,あったと思うんですけど、まあ、もし僕がそのビジネスやってなかったら多分その価格で見て貯金正義みたいな感じだったんですけどうーん今はね、まあ、ハイブリッドですね。もちろん貯金も大事だろうし価格で見ることも大事なんだけど価値で見ていく。 これは必要だなと思うのは高い価格だったとしても価値で見た時に必要だなと思うものは買えるようになったっていうでそれはお金があるからとかないとかとか関係なく価値で見て判断して買えるようになったっていうね、うん、でもそれはまあビジネスやってたからかなと思いますねうんみんなそのまあ分かりやすく言うならばまあ大体そのバーゲンセールとかねワゴンセールとかでわーって飛びつくじゃないですかであれが一般対象なんで で、あそこの多分、もうちょっと上から目線で申し訳ないですけど、あそこのワゴンセールに群がるような人は、一生多分収入を上げられないでしょうね、おそらく。うん、ちょっと無理ですね、多分ね。うん、だから価値で、ビジネスをやると価値で物事を見れるようになるので、非常におすすめですね。うん、行ってらっしゃい